徳島本日必勝祈願祭を再行いたします。まず始末課題の言葉を創業いたします。ご提供ください。天幕もかすくきたなぎの狼牛の義務家の立ち花のどの萩原に恋原へたまいお示して、今より行く先、狼の不思議たりなる御霊の冬を賜り、この後、福島を行きす。多分、時間かかるけど。難しい。ちょっと待って。そしたら名誉と仕事と名誉と仕事と名誉まあ昨日したシーズン苦しい生活しまったので今年はみんなの力で最後まで終わりにしたいと思います。まあ新加入選手も入ってきましたし、チームの戦術っていうのも一緒に組んでる状態で、まああと2週間あるのでそこに 100% 持っていけるように準備したところです。本当にチームすごい、いい状態で進んでいると思いますし、素晴らしい状態だと思います。本当に日々の練習、素晴らしい姿勢で選手自身で、トレーニングに取り組んでいます。ただ本当にこういったコロナ禍なので、まあ、他のチームもそうなんですけど、なかなか練習試合がうまくできなかったりとかっていう面はあるんですけど、まあ、まだ2週間残っている中でしっかりと、練習試合と含めていい準備ができていければなと思っています。